どうも、篠原です。今回は、篠原兄弟塾ということで、2021年、京都大学文系数学の問題を解説したいと思います。まずはね、題目1がまあこちらということで、問いの1、問いの2と2つの問題が分かれている問題ですね、が出ました。まあこれは、2進法とか10進法とかの問題で、面食らったと思うんですね。面食らったと思うんですが、まあ、できてもいいかなと、ちゃんと論証できるかどうかは別として、とりあえず答えは出せてもいいかなと思います。まあ大問1の問いの1はこんな感じかなと思います。まずそもそもなんですが、2進法とかその4進法とかね、ちゃんと勉強してちゃんと知ってるって人あんまりいないとは思うんですよ。いないとは思うんですが、少なくとも表し方を一切知らないっていうことはないと思うんですね。まあ記憶の奥底に眠っているものをこう引きずり出してくるっていうようなことになるかなと思いますし、最近の兄弟そういう問題すごい多いんで、まあ頑張って思い出してねというところですね。で、まあ一応例えばですが、この 6.75 に関しては、6の方ですね、6の方を2進法の、110、つまりこのまあ、わかると思うんですけど、0はまあ、1ですよね。表してて、1は2か0を表してて、最後の1のところは4か0っていうところなので、まあ、4たす2で6というところとかっていうふうにやってもらえたらなと。小数点以下がちょっと難しいですが、2分の1が小数点以下の、1個だったらなっていうふうに思い出してもらえたら、まあ、いけるかなと思います。ここはですね、正直、あんまりこう、記憶にないものを頑張って思い出さないといけないので、結構大変だったかなと思うんですよ、正直。なので、頑張ってこう思い出して解くっていうのが、まあこういう解き方になるかなと思いますね。まあ結構難しいかなと。難しいというか、冷静にやるのが難しいというところになるかなと思います。で、それがさらに掛け算になるとめんどくさくなるんですが、これ赤コンとか見ると2進法のまま掛け算してると思うんですけど、2進法の掛け算知らなくない？俺知らないんだけどね。知らないんで、俺はこれを解いたときは、10進法に戻しました。10進法に戻して、して、でもう一回計算した結果、まあ、結局いろいろやったら35たす、64分の55ってなると思うんですけど、まあ、言ったら小数点の上側と下側ですねに分けて考えてと。で、まあ、とりあえず2進法でやるならば、まあ、2分の1 1個あるよね、4分の1 1個あるよね、8分の1はなくて16分の1あるよね、32分の1あるよね、64分の1 1個あるよね、ということで、この64分の55っていうのを小数点以下にこううまくやって、で、さらに小数点の上側ですね、っていうのも、まあ、32が1個あって、1が1個あって、2が1個あるみたいな感じでやっていけば、まあいいのかなというふうに思います。結構ね、冷静にやるのがめんどくさい問題でしたね。で、さらにそれを4進法にするっていうところなんですが、まあ、これは、ここまでが解けたらいけるんじゃないかなと思います。まあ、この4分の1になるところをこう、うまくね、使っていければま、いいかなと思うんですが、論証どうですかね？これ文系、これ論証いいんじゃないかなと。まあ、計算用紙にこういうことごちゃごちゃやっといて、あとはもう確実に当てに行くっていう感じでいいんじゃないかなと思いますね。俺がこの年の受験生だったら、ここは後回しにします。他の大問を先に解いて、結構他の大問が詰まってきたなと、煮詰まってきたな、これ以上は難しいなと思ったら、これをね、チャレンジすると思いますね。続いて、大問1の問いの2なんだけれども、これは、できなあかんよという問題ですね。はい、絶対できるっしょ。まあ、俺がね、問いの1を、まあ、抑えめにしましょうって言った理由は、まあ、これですね。まあ、この後の大問2もそうなんですが、これはできなあかんやろっていうような問題だったので、まあ、こっちの方を先時間割くべきかなと思います。まあ、もう OH をね、OA、OB で S と T 使ってベクトルで置くっていう、まあまあ、もう100万回やったやつですよね。なので、で、まあ、推進なんで、内積0をかけてやれば、まあ、出るやろっていう、まあ、まあ、出るよねっていうね。で、ポイントなのが、まあ、これ絶対当てないといけない。もう必ず、これ、京大受かった人多分これ落とした人いないと思うんですよ、ほとんど。なので、絶対当てないといけないので、まあ、計算ミスしてないかどうかのチェックは、慎重にしながらやるべき問題だと思います。はい。続いて、大問2ですね。大問2も、
まあ頑張って答え出したい問題だと思います。というのもやっぱりね、大問1の問いの1は結構めんどくさいけれども、これはめんどいけど、これ頑張ってやったら30点入るんで、まあ当てたいよねっていうところですね。で、ちょっとまあ難しいかなと思うのが、まあ因数分解をね、このマイナス2分の1が解になるっていうところがちょっとまあ難しいといえば難しいですが、まあできるでしょう。うん、これはできないといけない問題だと思いますよ。はい。まあ、言ったらね、普通に絶対値が入ってる積分とはいえ、まあ、ちゃんとね、まあ、ここでは回答簡略化してますけど、この時は、絶対値が取れて、この時は取れないとかもちゃんと書いてとかやっていけば、まあ、満点が取れると思うし、答えもね、しっかり出せるんじゃないかなと思います。まあ、これはやっぱり答え出したいですね。図もね、非常にまあ、シンプルなものが出るんじゃないかなと思うので、というところです。この2分の1がわからなかったらなんですけど、最悪の場合、1とか、もういろんな数字入れるんですよ。1とか入れてみて、2とか入れてとかってやっていけば、大体の大まかな、その二次方程式はこうやって書けるじゃないですか。ってなると、まあ、なんとなくわかりますよね。なんとかなるんじゃないかなっていうところもあると思います。まあ、1はどうせ入れるでしょう。で、1入れたらここでわかると思うんで、その後まあね、解と係数でも何でもやって答え出せますよね。なのでまあそういうやり方をして、解く問題がこれで、これもできてほしいですね。はい、大門さんです。大門さんは確率全化式ですね。確率全化式、どうですか。これ多分ですけど、この年受かった人はこれができてて、受からなかった人はこれができなかったっていう、まあ合否を分けた問題がこれだと思いますね。確率全化式をきっちり兄弟よく出るんで、勉強してれば取れたんじゃないかなと思います。まあやってることとしては、白玉と赤玉がありますよと。で、その白玉と赤玉から片っぽを選んで、次の箱に移しますと。で、そうすると白白赤か赤赤白になりますよっていうことをやっていくと。で、それをずっとやっていって、最後までやっていって、最後の1個白白赤か赤赤白になってるやつからどっちかになってるんで、フォローを取ってきて、もう1回最初のやつが白赤になるかどうかの確率を求めましょうという問題なんですが、状況を整理してやっていくと。で、さらに、出したいものをもう PK としてしまう、まあ、あるいは PN としてしまって、解いていくっていうような解き方になるかなと思いますね。まあ、あとは普通に全化式をやってっていう風にやるんですが、まあ、とりあえず状況整理はできてほしかった。状況整理はとりあえずやってほしくて、この状況を整理しきった後に、この、本来出したいやつをもう PK としてしまうと。で、その PK で確率全化式になるな、これ PK って置いたらいいな。で、この PK って置いた時に、どういう場合がどうなのかっていうことですよね。をきっちりまあ日本語で書きながらやっていくっていう問題だと思いますね。うん。できたら合格を確定じゃないかな。多分ここで30点バシッと取れたら、他はよっぽどこけても大丈夫だと思うんで、ここはね、合否分けたと思うよ。うん。で、数学が重要な、やっぱり総人とかね、だと、ここは取りたいですね。確率全化式は絶対にできるようにしておきましょう。さあ、続いて大問4ですね。大問4は空間ベクトルの問題でしたが、これは個人的にはさっきの確率全化式の問題と合わせてですね、やっぱ合格者は取れた問題だと思います。まあ非常に、まあまあ難しいというか、頑張った人はできたっていう問題だと思いますね。で、どういう問題かというと、まあめちゃくちゃ条件もらってると。で、めちゃくちゃ条件もらってる中で、まあうまいこと計算当てていきましょうっていうところが、まず最初の前提ですね。で、これバーっという風にやっていくと、俺はですけど、まあこの最終的にゼロがめちゃくちゃあるんで、かなり文字を使ったんですよね。T とか F とか、まあアルファとかベータとかかなり文字を使ったんだけれども、最終それがほとんど消えるんですね。ほとんど消えて、でまあ F たす T が1っていう式に落とし込めると。で、ここで、この、まあ、面積ですね、を出すところに持っていくんですが、まあ、最終的にこれ、t の式に落とし込めればいいな、というふうに思ってたんだけれども、これが気づけなかった人が多いと思うんですが、これ、実は、さらに簡単にできるんですね。f をこの段階で消せるっていうのが、まあ、ちょっと気づかない人が多かったんじゃないかな、と思います。まあ、ここが、
難しかったかなと、逆にここまではいけてほしかったですね。なのでまあ例えば確率全化式のやつができていれば、まあこれはここまででも多分 OK だったと思うんですよ。で逆に言うと確率全化式ができなかったら、これここ気づいて解かないといけなかったっていうところだと思いますね。でまあ俺はね、模範解答とかだと最初からこれもうちょっとかっこいい置き方してるんですが、まあちょっと最後まで気づかなかったんで、最後まで気づかなくて、でここでこの 3t っていうのをラージ t にしたら簡単な二次式になるなっていうことにこのタイミングで気づいて、まあ一応答えを出したっていうのが一応俺のやり方なんですが、うん、最初からこれを気づくことは無理じゃない、多分厳しいんじゃないかな、多分途中でああこれ、うん、もうちょい簡単にいけたなって気づいて、まあでも答え出たからいっかってなる問題だと思うよ俺は。だから最初の段階で文字いろいろ置くのはいいと思うんですよ。文字いろいろ置いて最終的にこれをまあ何らかの二次式とか、まあ三次式までに抑えたいなというモチベーションでやっていくと。でこれこのままやっていくとね、四次式とかになったりとかするんですよ。一回俺でそれ四次式になってうわーと思ったんですけど、になるので、あこれはどっかで文字簡単にしないとなっていうことに気づければいいかなと思います。ちなみにこれ一回俺最初 F が残ったままやって、後でなんか消そうとしたけどちょっと厳しかったですね。なので、ここで気づけなかったら、うわこれ計算めんどくさいなと、だったら大問1問いのうち時間かけた方がいいなっていうような動きで、まあこれ反感はできてほしいですね。反感はできてほしいんですが、最後まで答え出せるかどうかはちょっと微妙、うん、出せたら優秀っていうところだと思います。さあラストがですね、大問5、兄弟名物の整数問題で、めちゃくちゃ、問題が短いですね。P が素数ならば P の4乗たす14は素数じゃないことを示せというね、めちゃくちゃ短い問題ですが、これね正直白状すると俺できなかったんですよ。でできなかったしやらなかったです。というのも、まあ、一応、とりあえず、最初はまあ、2とか3とか5とか入れてみるじゃないですか。で、規則性見出そうとしてみるじゃないですか。で、まあ、わかんないんですよね。で、その後、2K たす1はどうなのかなっていうふうにやってみると、2K たす1とか、まあ、ね、2と 2K たす1でやってみようかな。で、答え出ないんですよ。で、これね、実は 3K たす1、あるいは 3K 引く1までやれば、答えが出るんですけど、文系でこれは思いつかないんじゃない、うん、と思いますね。なのでできるんだったらすごかったと思う。まあ実際模範解答とか確かモッドとか使ってたような気がするんですが、とかがまあ思いつくんだったらすごいけど、うん、無理じゃないですかと思いますね。でというか他の大問1、大問2、大問3、大問4が結構取りやすい年だったので、まあそっちを取ることを優先するかなと思います。実際俺がやった時はこれは、できなかったです。できなかったしできようともしませんでした。大問1、2、3、4を確実に当てに行くように、してまあ4冠できたらいいじゃないですか。文系だったら4冠するっていうのがまあマックスじゃないですかと思います。なのでこの年はね、ちゃんと努力してる人は報われたと思いますね。確率全化式ちゃんと対策したら解けたと思いますし、ベクトルのやつとかも非常に簡単な大問1の問いの2とかもありますし、まあ、空間ベクトルに関してもかなり数字が消えるんで、計算ゴリゴリやれば答えに近づくこともできるっていう年でしたから、まあ比較的、努力が報われる年だったかなと思います。実際俺の生徒も京大受かりましたが、まあやっぱりうん、3巻ぐらいはしてましたね。3巻ぐらいで、実際その生徒が言うには京大受かって見てみたら4巻してたっていう人も多かったということなんで、まあ頑張って4巻するっていう年だったのかなと思います。はい、ということで篠原京大塾2021文系数学の解説でした。今回はこれで以上です。ご視聴お疲れ様でした。